はい、こんににちはレトスののですす月5日の3問に入っていきます A は B の代理人として B 所有の土地について C と売買契約を締結したが A は無権代理人であったそして C が B に催告をしたが B は追認を拒絶した無権代理人行為について C が善意無可失の場合 C は無権代理人 A に対し B 所有の土地の引き渡しを求めることができる。 かかという問題です考えたい方は動画一旦ストップしていただいてこちらの動画の下の概要欄から問題文をご確認くださいでえ答えはこれ丸ですね B が本人で A が無権代理人で C が相手方ですで今回相手方っていうのは善意無過失ということですねつまり A が無権代理人であることを過失なく知らなかったという状況です で、本人 B が追認拒絶した場合、善意無過失の相手方っていうのは、無権代理に A に対して契約の履行請求、または損害賠償請求をすることができます。よって丸なんですね。で、これ実は、これ普通に考えると当たり前の話なんですね。で、それはなぜかというと、代理権がないにも関わらず、代理人として土地を売られたら、本人 B は困りますよね。また、相手方 C も困っちゃうわけですよ。 無権代理人が勝手に土地の売買契約をしたってなったら、本人も困るし、相手方も困ると。で、そして本人 B がそんな契約知らないよって追認拒絶したら、相手方 C が一番困るわけですよね。もう B としては追認拒絶したわけだから、もう契約はなしにすることがもうこれできるわけですよ。じゃあ、ちゃんと契約をしたら C、これどうなるのって話になるわけですよね。契約したにも関わらず、その契約の履行を受けることができないわけですよね。 相手方 C としてはこの土地をも購入することができなくなっちゃうわけですよねだから相手方 C は無権代理行為について過失なく知らないつまり善意無過失の場合っていうのは相手方 C は無権代理人 A に対して責任追及できるルールにしてるんですね悪いことしたのは無権代理人 A さんですで迷惑を被ったのは相手方 C ですつまり迷惑を被った C は悪いことをした A さんに対して責任追及できるという話なんですね そしてその責任追及の内容って何なのかっていうと契約の履行請求つまり土地の引き渡しを求めることができるもしくは損害賠償請求ができるという話ですねそれでは問い2です保証協会に加入している宅地建物取引業者 A は保証協会から弁済業務保証金の還付にかかる還付重当金を納付すべき旨の通知を受けたときはその通知を受けた日から2週間以内に 通知されれた額の付重当金を協託所に協託しなければならなけばらい。いかかという問題ですで。答えは、これ、ツですね。保証協会の社員が還付充当金を納付すべき旨の通知を受けたときは、その通知を受けた日から2週間以内に、保証協会に納付しないといけないんですね。今回の問題っていうのは、教託所に教託しなければならないとなっているので、誤りです。 社員は直接教託所に教託するわけではありませんので注意しましょう。で、今回の問題間違えた場合、理解学習ができていない証拠なんですね。まあ、単にボンミスで済ませてしまいそうなんですけども、これはボンミスではないんです。保証協会の幹部に関して理解できていないから間違えてるんですね。自分が理解学習できていると思っていても、できていない方が実はほとんどなんです。非常に多いんですね、そういう方。 理解学習ができていると勘違いして勉強を続けたとしても、試験前になっても実力が上がってこないです。模試の点数は上がってくるんですよ。模試の点数が上がってくるので、本当に試験するまでわからない方が非常に多いんですね。なんで模試の点数上がるかっていうと、もしも基本的には過去問をちょっと変えたぐらいなので、丸暗記学習をしてても点数上がっちゃう。点数取れちゃうんですよ。で、一方、本試験っていうのはちゃんと理解していないと得点できない。 で、結果として、本試験で初めて自分自身が理解学習ができていなかったっていうことに気づくんですね。なので、いち早く気づいて理解学習に変えるっていうことは非常に重要なんで、この問題で理解学習ができているかどうかを確認していただくのもいいと思います。で、3番ですね、都市計画法です。市街地開発事業の施工区域内において、建築物の建築を行おうとする者は、一定の場合を除き、 都道府県知事等の許可を受けなければならない、丸か罰かという問題ですね。で、答えは丸です。まず市街地開発事業ってどんなものかっていうと、もう簡単に言ったらですね、もう公共事業って思っていただいて構わないです。で、この都市計画事業も一つの、ね、公共事業なので、もう公共事業といったイメージでも問題ないです。で、公共事業の,この施工区域で、えー、事業の障害になる恐れがある行為を行う場合、この具体例が建物の建築なんですね。 これ事業の施工の恐れになりますよね。公共事業を行っていくっていうのに建物を建てたりしたら、その土地に建物を建てたりしたら邪魔じゃないですか。事業の障害になりますよね。そのような行為を行う場合は、知事の許可が原則必要になってくるんですね。だから、丸です。で、ポイントっていうのは実はこれ3つあるんですね。で、無料のメルマガまあ、今回の無料の動画ですね。では2つお伝えいたします。まず1つ目ですね。都市計画事業の1つとして、 市街地開発事業があるんだということです。これ先ほどお伝えした内容ですね。都市計画事業っていうのはいくつかあるんですよ。具体的な内容が。その一つに市街地開発事業があるんだということです。で、二つ目。市街地開発事業の施工区域内で一定の行為を行うもの。この一定の行為っていうのは今回の問題文にもある通り、建物を建てたりする行為ですね。そのようなことを行う人っていうのは原則知事の許可が必要なんだよ。これも今回の問題文の内容ですね。 で今回の問題についてはこの2つだけでも解けますので最低限頭に入れておいてくださいでもう1つのポイントについては今開講している短期集中実力アップ講座でお伝えしたいと思いますまだ試験まで残り、えー、3ヶ月半ありますのでこの3ヶ月半きっちり理解学習を実践できればまだ合格も十分可能ですもし今年の合格目指しているっていうのであれば一緒に勉強できたら嬉しいです今年の合格目指して一緒に頑張っていきましょう そして短期集中実力アップ講座の特徴はこちらの動画参考にしてみてください。他の通信講座や予備校と何が違うのか、どうして短期間で実力を上げることができるのか、そこまで解説しております。今年あなたに絶対合格していただきたいと思っておりますので、一緒に勉強して私と一緒に今年の合格を喜びましょう。あなたの受講をお待ちしております。レトスの小野でした。